遊びはここまでだ。エクターミネイトレイ。
以上怒らせるなよ。 力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。愚かな。 遊びはここまでだ。エクスターミネイトレイ。そこだ。隙だらけだ。
お手伝いします。やっ、オイラの力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワを見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワりたいです。
イトメアテラン。ナイトメアテラン。しまった。心配しないでください。はっ。
さてさて、私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きてるのが不思議なくらいだ。相当深い刀傷に雷に打たれたかのような火傷。ありがとうございます、ダナ先生。どうしてこんな子供が。私のせいですね。私が聖騎士を止めたいと言ったから、七つの大罪の所在を探り出すためにこんな無茶を。エリザベスちゃん、ごめんなさい。メリオダス様、早く良くなってくださいね。さてどうしたもんかな。メリオダス様の目が覚めるのを待ちましょう。バステ監獄へは。それからバステ監獄には僕一人で行く。目が覚めたらさ、団長はすぐバステ監獄に行くって言うと思う。怪我が治りきってないのに、そんなことさせられない。
シャスティボル。もう休んでいいんだ。オイラの力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。もう休んでいいんだ。残らず叩き潰す。おい、今の技俺にも教え。団長のことは頼んだよ。はい。患者の容態はどうですか？おかげさまで、先生の調合してくださったお薬で、ぐっすりです。まるで死んだみてえに、ブッ。ホークちゃん、怖いこと言わないで！そう、でしょうね。ダマ君、ご苦労様。守備よくやってくれたようだね。トリカブト、ベラドンナ、
緑原生ヒヨスの葉を配合した激毒を飲ませました。この少年は二度と目覚めることはありません。傷を癒すための薬ではなかったのですか。いくら我々といえど七つの大罪と正面からぶつかれば無事では済みませんからね。それに王国は目的を果たすためなら手段は問わんのと。誰なの？姿を現しなさい。お初にお目にかかります。我はミアードハングの一人、聖騎士ゴルギウス。聖騎士、こいつどっから。エリザベス王女、御身をお迎えに上がりました。やめて、メリオダス様に何をするの。なるほど、この件ですか。バカな、猛毒をあれほど飲ませたのに。死に損ないが、剣から手を離しなさい。この剣、死んでも離すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。メリオダス様。どんな戯れ言を言おうと王女とこの剣はいただきますよ。逃げやがった。フルカウンター。
ルカウンター覚悟してください。オイラの力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。娘はお前の元へ返してやろう。ありがとうございます。あの世へ行くお前の元へね。聖騎士が子供一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。タカ先生、エリザー先生、なんやかほっとけって。タカ先生、しっかり。ここは危険だ。あいつがまたいつどこから現れるかわからねえ。そーい、また消えた。これって瞬間移動ってやつじゃね。イヒヒヒヒ、利口な豚さんですね。そう、私の瞬間移動の前にはどんな力も役に立ちません。
何してんだ？あいつをここに入れないまじない。何してんだ？あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか、この狭いバラ屋の最上階って。逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。怖っ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。むしし。逃げなんだ。あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間がなんか気になってたんだよな。瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。オイラの力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワー。もう休んでいいんだ。
馬が向かう先はバステ監獄だな。よっしゃ行こうぜ。私はセネットをお前を守ってあげたかった。私のせいで。何言ってんだよ。先生を殺したのはゴルギウスだろ。私たちがこの町に来なければダナ先生は死ぬことも聖騎士にお嬢さんを人質に取られることもなかったんですよね。そもそも私が七つの大罪を探してメリオダス様と会わなければ、メリオダス様がギルサンダーとの戦いで大怪我を負うことも、ゴルギウスの策略で殺されそうになることもなかったんです。エリザベスちゃん、泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは、涙一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し、聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。人はいつか死ぬ。でも、その思いを誰かが守り続ける限り、思いは死なねえ。思いを守ると決めたら、どれだけ血を流そうと、涙の一滴まで枯らそうと、貫き通す。それが騎士だ。もうそろそろバステ監獄に向かおうってとこかな。よくわかってんじゃねえか、豚野郎。その呼び方やめろってんだ、この豚野郎。